マリオ・スタニッチは、ユーゴスラビア・サラエボ出身の元サッカー選手、元クロアチア代表、元ユーゴスラビア代表。現役時代のポジションは、攻撃的ミッドフィルダー及びフォワード。地元の FK ジェリエズニチャルサラエボでキャリアを始めて、以降、1991年には、ユーゴスラビア代表で初出場を飾るなど旧ユーゴスラビアの中で最も才能ある若手選手の一人として考えられていたが、1992年にサラエボ包囲が開始されたため、クロアチアへ渡り、クロアチア・ザグレブと契約した。一季後にスポルティングで基本、さらに一季後にSLベンフィカとプレーするクラブと国を変更していき、1995年にクラブブリュッヘと契約すると、同1995から96シーズンに20得点を上げ得点王に輝いた。翌シーズンもジュピラーリーグで7試合7得点と驚異的な得点力を見せていった結果、1996年後期にイタリア一部のパルマ FC と契約。4期の在籍中で1999年にコッパイタリア、スーペルコッパイタリアーナ、1998から99獲得に中心選手として貢献した。チェルシーに2000年6月28日に移籍金580万ポンドでチェルシー FC と契約。これはジャンルカ・ビアッリ監督の下で獲得されたジミー・フロイド、ハッセルバインクとエーデル・グジョンセンに次ぐ3番目の補強となった。膝の怪我により2004年に引退した。2000年8月のウエストハムユナイテッド FC 戦でリーグ戦初出場を飾ると35ヤードの距離から決めるなど2得点を挙げる活躍を見せ、さらに BBC が編集、放送するマッチオブザデーのシーズン最優秀得点に選出された。このように素晴らしいスタートを切ったものの、その後は定期的な背中の痛みと深刻な膝の怪我により2004年7月10日に現役引退を表明した。1995年9月に UEFA ユーロ96予選のエストニア戦でクロアチア代表初出場を飾り、UEFA ユーロ96でも3試合に出場。1998 FIFA ワールドカップではジャマイカ戦でクロアチア代表史上初となる FIFA ワールドカップでの初得点を挙げ、準々決勝のドイツ戦でロベルト・ヤルニの先制点をアシストするなど、中心選手として全7試合に出場し、3位入賞に貢献した。2002 FIFA ワールドカップでのチームはグループリーグ敗退に終わり、スタニッチは2試合に途中出場。2003年4月にスウェーデンとの親善試合にハーフタイムから途中出場したのが代表最後の試合となり、5月27日に代表引退を表明した。チェルシーサインクロアチアンスター、スタニッチブレースシンクスハンマーズ、スーパー、マリオアライブズ、スタニッチシーキングヘルプ、スタニッチが現役引退を表明 AB、スタニッチがクロアチア代表から引退ジャマイカ 1-3 クロアチアアーカイブド2009年6月19日、http://wayybacmacinee.fifa.com ありがとうございます。